長介君と同じこと言ってた。おい危ねえぜこいつ、ボケっとして道路渡んじゃねえよ。すみませんでした。森王朝の起源はね、昔侍の別荘があった避暑地なんだ。うちの祖先もそうさ。でも祖父の代で落ちぶれてね、残ったのは今住んでる家だけさ。僕もしがない会社勤め。おい、買ってやった舶来の腕時計はどうした？ああ、バッグの中か。そうだった、サイズがちょっと大きめだったんだな。明日直そう。どうした？何を恥ずかしがっている？さあ足元に気をつけて。この週末は楽しく過ごそうじゃないか。二人きりで。なんか垂れましたよ。お行儀の悪い人だ。自分で綺麗にしなさい。君の名前は何だったか思い出せないが、まあいい、よくできたね。綺麗に拭き取れたよ。さてと、夕食も一緒に作ろうか。君の得意料理は何だい？